ハンタジは、愛媛県松山市畑寺町三十二にある、新言集と与山派の寺院。東山、瑠璃光院とゴース。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所霊場の、第五十番札所。本尊新言、おんころころ仙まとうに相和か護栄か、よろずこそンタなりとも怠らず、諸病なかれと望み、祈れよそめよしのの古木松山市を、見下ろす淡路が、 峠の中原にあり、山門の前や、境内西側には、ため池があり、西側や南側への展望が素晴らしく、松山城や瀬戸内海までが俯瞰でき背後には、鬱蒼とした樹木が茂る。境内周辺は、景観樹林保護地域に指定されており、桜、富士、秋の紅葉の名所でもある。新言州と与山派ということで、青銅製の公共行大師像が大師道の前にいる。 事伝によれば、天平正法年間、後見天皇の直眼により、行基が回帰し、後見天皇の直眼書となったという。その際行基が座高三尺の如来像を掘り、本尊として光明寺と合したが、後任年間に空海が止まって修行し、現存の三号、を、次号である東山半田寺に解消したという。一時後衰退するが、 源のより地下により再興され、1279年には、小宇田天皇のために聞き付き商人が、祈祷を行っている。また、一辺商人も、当時で学問修行したと伝えられる。商人は後に、捨てりとして修行し、1288年亡き父で、ある、上仏を忍び三部教を奉納している。1394年には、京都潜入寺26世会王子が、 五小松天皇の命を受けンタジ第七世の住職につき、以降1681年から1684年の長古など構想が相次いで住職となるが、長古は徳川家の家を得ることとなり、四大将軍、家綱の年次物三体の一つである換気店を祀られることとなった。将軍家の家を得たことで、寺は一時は流星を極め66冒と、 松寺百余という大寺となる。本堂三門を入ると左手に、地蔵堂、栗、農協所、その先に小さな池があり、微細天穂虎がある。右手に、長津場がある。石段を登って、右側に、首楼、正面奥に本堂が立ち、その左に、小ぶりな美写門天堂が、手前左に、石の鳥居があり、その先に寒気天堂が、本堂の右手に、大師堂がある。 選達協定248ページより、四国88カ書令上会平成18年12月1日発行。ありがとうございます。